63番ドライブ、レゴパーク駅は、クイーンズ区、レゴパークの63番ドライブ、クイーンズブールバード交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が、深夜のみ、M 系統が平日、R 系統が深夜を除く終日停車する。 クイーンズブールバード線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムで最初に建設された路線の一つで、マンハッタンの i n d 八番街線とクイーンズ区、ジャマイカのジャマイカマイナス -179 丁目駅を結んでいる。クイーンズブールバード線は、公共事業局から2500万ドルの融資と債務保証を受けて建設された。百三十六年十二月十一日に、 IND クイーンズブールバード線は8駅 5.6km に渡って延伸されて、終端駅がジャクソンハイズ、ルーズベルトアベニュー駅からユニオンターンパイク駅に移り、駅はその途中駅として開業した。駅は相対式ホームに面イ4線の駅で、急行線は E 系統が深夜を除く終日に、会系統が終日使用している。壁には 63RD ドライブ、 と、薄い青じに白で書かれた、駅名標が設置されている。柱は青色で、一本おきに、ニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が設置されている。無人の改札改札は3カ所ある。終日開いている改札は、メザニンの西端にある。改札からは63番ドライブ、クイーンズブルーバード交差点の北東と南東に、階段が一つずつ設置されている。メザニンの東端には、 無人改札があり、64番街クイーンズブールバード交差点北西と64番ロードマイナスクイーンズブールバード交差点の南西に出る。また、ホーム西端には各ホーム横に無人改札があり、北高ホームからは63番ドライブ、クイーンズブールバード交差点南西に、南高ホームからは、道交差点南東に出ている。レゴパークセンターと、 駅入り口この駅の東側には、北港ホーム上に未完成の信号棟があり、観光船から南に分岐している、ベルマウスがある。南高観光船から別のトンネルが北に分岐し、クイーンズブールバード線の南に曲がり、他のベルマウスに入る。これらは、1930年代に計画された、IND ロッカウェイ線となりハワードビーチを経由し、ロッカウェイに向かう。この車は、 ロッカウェイ線にエライ・ダブリューァー本線と交差する前に66番街を走り去っていたはずだった。2013年1月、チェンジ .org はベルマウスを利用してロッカウェイ線の現在使用されていない部分に駅を接続するよう求めた。ありがとうございます。